はい、皆さんこんにちは。一人語りの武井くんです。今回は笑える話が一個もありません。そうです、最近テレビでお騒がしている西新宿タワーマンションホステスめった刺し事件について話していこうと思うわけです。当初はですね、私もモテない男であり、かつ昭和のスカイラインに乗っている旧車乗りとして、捕まった和久井容疑者にちょっと共通点があったので、和久井容疑者を擁護するような動画にしたいと思ったんですが、調べれば調べるほど、擁護できるポイントがなくなってしまいました。よって今回は、和久井容疑者の父親の証言をもとに、インタビューをもとに、その実態を検証考察していこうと思うわけです。ネットのコメントにはですね、この和久井容疑者の父親は嘘をついているとか信用できないなんて言ってる人もいますが、私は少なくとも信用しております。なぜならば、和久井容疑者のこの父親のインタビューというのは、現在和久井容疑者の目や耳に入ることはないはずです。そこでもしこの父親が嘘を800を並べたら、捜査上和久井容疑者が大変不利な状況に置かれてしまうということになってしまうわけです。それを考えると、自分の息子がむざむざと不利になるために嘘を言うつくということはちょっと考えにくいわけですね。ましてや一緒に暮らしていて、コミュニケーションも取っていた形跡が見られるわけです。全く口利かないとかね、別居しているんであれば、仲悪いんであればそういうこともないこともないんでしょうけど、とりあえず私は和久井容疑者の父親の証言を信用し、ですからこれがもし嘘だったら全部崩れるんですけど、考察していきます。まず当初私はですね、和久井容疑者はですね、私と同じように女にモテない男で、長年仕事と趣味一筋で女には一切縁のない人間で、それが中高年になってキャバクラに行って、キャバ嬢に、騙されて、コロッと騙されて、金をむしり取られてポイッと捨てられたかわいそうな男、ウブな男だと、私はそのように思ってました。しかし和久井父親の和久井容疑者の父親の証言によれば、彼はですね、30代のうちに1回結婚していたそうです。同い年ぐらいの人だったそうですね。で、5年前に離婚したんだそうです。そしてその5年ぐらい離婚した後に K-POP にはまり、そこで後に殺される平沢都市のちゃん25歳、都市ちゃん25歳、それはマカロニほうれん草という昔のギャグ漫画の有名なセリフですけど、都市ちゃん25歳と知り合い、そして彼女が通うガールズバーだかキャバクラに通い続けてしまったそうです。そしてその頃、和久井容疑者は父親に、俺はこの秋に結婚して家を出るって言い始めたそうです。そして相手から、結婚する気があるならば、今乗ってる車、そう、皆さんもご存知の通り、アキュラ NSX、幻のスーパーカーですね。そしてもう一つ、ホンダ NR、私バイクにあまり詳しくないんですが、詳しい人の話に言われば、幻のバイクとまで言われる名車だそうです。それを売って金にしろと、しかも借金までして金を作り上げたそうです。それを見た和久井容疑者の父親はですね、いや、ちょっとそれ怪しいからやめた方がいいんじゃないと言ったんですらしいんですけど、聞く耳を持たなかったんだそうです。さて、こんな車をですね、手放してまで結婚したいと思った理由は何だったんでしょう。私も、旧車乗りですから、ちょっと それはね、ねえんじゃねえの、なんでって思っちゃったんですけど、ここにはですね、2つの小さな理由と1つの大きな理由があったんだと思います。1つ目の小さな理由、これはですね、多分おそらく離婚した和久井容疑者の元妻を見返したかったんじゃないかなと思うんです。多分おそらくですね、別れた理由はですね、かみさんに逃げられたって、こういうパターンだと思うんですね。どうしてそんなことが想像できたかと言いますと、その後、離婚後にですね、彼は K-POP とかそういった女性関連のものにはまっていくわけです。こういったものにはまっていくというのは、やはり寂しさがあった。これは和久井容疑者の父親も言ってるんですけど、そういった寂しさというのは、やはりよりを戻せなかった寂しさ、つまりそういったところで、お前を捨てた俺は今でも25の女と付き合えるぐらい魅力があるんだぜと、直接言わないまでも、見せつけたり、そう自分で思いたかったりしたかったんじゃないでしょうか。しかしそれで NSX NR を手放す理由にはなりません。2つ目です。これはですね、これも小さな理由なんですが、年齢的に51ですからね、私も人のこと言えないんですけど、老後のことを考えて不安になり、結婚に焦ってしまったんじゃないかというふうなことも考えられるわけです。これは最近ですね、フライデーという雑誌に報じられたところによれば、彼はですね、そのストーカーの規制かなんかで1年間、平沢都市のさんに、接触できなかった間、別の女の人にストーカーをやっていたというニュースが流れています。そういったところも、やっぱりなんか結婚に焦ってた片鱗が見えるわけですけど、このニュースに関してはまだ完全に裏の取れた話ではないので、これ以上触れないでおきます。3つ目の理由、これは非常に大きい理由なんです。もともとその貢いだ金というのは、貸した金と本人は言ってますけど、平沢氏がキャバクラを作る、ガールズバーを作るための開店資金として渡したと言われております。そして結婚の話もちらつかされていたことは、さっきに話した通りです。俺結婚するからって言ったのは、もう結婚しようって話になったんでしょうね。そしておそらく平沢
氏が言ったか、涌井容疑者が言ったか、どっちが言ったかは知りませんけど、うん、一緒に2人で結婚してお店を持とうねなんて、そんな甘いことを言ったんじゃないでしょうか。うん、そう考えてみると、もし結婚した場合ですね、涌井容疑者はキャバクラの経営者としてのポストが待ってるわけですよ。そこでもしかしたら成功すればですね、700万でしたっけ、借金も返せるし、あわよくばですね、一度手放してしまった NSX アキラですね、いや NR も、まあ、市場に出回るってことはそうそうあるのか分かりませんけど、うん、取り戻せるチャンスもあるんじゃないかと、まあ、そういうふうに踏んだのではないでしょうか。片や一方、女の方はどうでしょうか。車もバイクも売り払い、そして借金をし、そして貯金も底尽きたこの涌井容疑者など、はっきり言ってこれから金を引っ張るのは、この男から巻き上げるのは無理だと踏んだでしょう。足元を見たでしょうね。そしてこの男にもう用済みだと、ポイだというふうになったんでしょう。その結果ですね、涌井容疑者の証言によれば、金を渡した途端急に冷たくなったというところに辻褄が合うんじゃないでしょうか。うん、もう用はないわけです。そしてこの時、涌井容疑者は初めて自分が騙されたってことに、気づいたんだと思います。そこで涌井容疑者は金を返せ返せと詰め寄りつつ、警察にですね、駆け込んで、結婚詐欺にあったと訴えたんですが、警察は全く相手にしませんでした。そして金を返せ返せと言い寄る涌井容疑者に、平沢氏はですね、お店を出禁にしたり、あるいは警察に駆け込んで、こちらはですね、ストーカーに遭っていると言ったら、それが受理されまして、涌井容疑者は、一度ストーカーで捕まったんだそうです。まあ、本当に理不尽ですね。あ、ちょっと自分の感情を今挟んでしまいました。うん、自分の感情を極力話さずに、挟まずに、ちょっと考察検証していこうと思います。そして涌井容疑者は、凶行に及んでしまうわけです。で、人をサイコパスや性犯罪者でもない限り、人を殺す時の人の心理ってどんなもんなんだろうと、2つ僕は今パッと思いつくんですね。で、1つ目は精神錯乱している状態で、これは待ち伏せしてて計画的に人を殺してるわけですから、錯乱っていうのはちょっと考えられないかなと。となってくると、もう一つ、激高してる状態、もう怒り爆発ってわけですね。うん、俺の怒りは爆発寸前っていうところですよ。で、そういったところだったんじゃない、こちらじゃないかと私は思うんですね。そしてそういった激高してる人間というのは、自分の感情、怒りの感情を、口にすると思います。別に鼻歌を歌いながらとか、仮面ライダーの主題歌を歌いながら人を殺す人は多分いません。ドラえもんの歌を歌いながらとかいません、そんな人。激高します。そしてそれが多くの人がその殺人現場で聞いた言葉です。金返せ、俺はストーカーじゃねえ。もうこの言葉が彼の全てだったんでしょう。そして彼の父親は別にストーカーなんかしていない、金を返してほしいだけだというのも、ここに帰結するのかなと思ったわけです。さて、このようにですね、ホステスや女に金を貢いでですね、男がすってんてんになる、破滅するって話はですね、古くは江戸時代の吉原の遊郭の遊女の話から始まりましてね、昭和30年代にはドリフターズのお師匠様にあるクレイジーキャッツの歌で、はいそれまでよって歌がなんかありましたけどね、てなことを言われてその気になって、三日と明けずにキャバレーへ、金のなる気がなるじゃなし、質屋が酔いは女の口で、退職金まで前借りし、貢いだあげくが、はいそれまでよ、ふざけやがって、ふざけやがって、ふざけやがって、この野郎という歌がありましたけど、うん、まあ昔からこのようにですね、女に貢いですってんてんなる男はいくらだっているわけですよ。そしてその時にですね、多くの人たちは、まあ我々なんかもそうですけど、そういう男に声かける言葉が2つあるんですね。1つ目が、高い授業料を払ったと思って諦めなよって、こういう言葉を言いかける人もいるはずです。しかし、涌井容疑者はですね、もう二度と手に入ることもないであろう NSX や NR を手放した挙句に、700万近くの借金もしてしまいました。で、そして、たかが25歳の小娘をですね、殺めてしまい、殺人犯として自分の人生 を終わらせてしまいました。うん、この時、我々はこの涌井容疑者に、高い授業料だと思って諦めたよとはもう言えませんよね。そしてもう一つかける言葉があるんですね。その騙した女のホステスとか女のことをですね、あんな女、今にろくな死に方しねえよって、そういう声も慰めでかけますけど、いや本当にろくな死に方はしませんでした。そしてキャバクラ嬢といえばですね、稼げればですね、何千万とか平気で稼げるわけですよ。現にこの殺された平沢さんもですね、新宿のタワーマンションに住んでるわけですから、相当お金は持っていたことでしょう。そんな人がですね、その涌井容疑者から取り上げた1000万2000万で命を落としてしまった、その額はキャバ嬢として、いやその命はの代償は、果たしてその1000万2000万は安かったのでしょうか、それとも高かったのでしょうか。まあそういうふうに私は思いました。では。